で、ございます。ケイクマガワイズラディオ第37回をお送りいたします。今日は2021年8月29日日曜日でございます。皆様週末週末いかがお過ごしでしょうか。先週ちょっとね、いろいろ立て込んでおりまして、お休みラジオお休みいたしまして、今週ももう無理だなと思っていたんですが、今ちょっと時間が少し見つかって、急ぎ取っております。はい、すいません、どうもすいません。皆様1週間、2週間お疲れ様でした。いやー、なんでしょうね、いつ以来なのか記憶が、定かじゃないですが、そうですね、もう 2,3 週間前にぐらいぶりになるのかな。残暑が厳しくまたなっておりますね。大雨が終わったらまた暑さが戻ってきて、この間のね、駐輪場の周りにね、家住んでる団地の駐輪場の周りにこう木がたくさん、桜の木がね生えていて、でそこがね、この雨の前まではセミがもうね、痛いぐらいに鳴いていて、セミが怖いので俺は、大変だったんですけど、大雨があってセミが全滅いたしましたね。まあ時効で日暮らしやらつくつく帽子やらに変わってくる時期なんですけどね、この間駐輪場に自転車取りに行ったらですね、つくつく帽子が1匹だけ鳴いていて、なんでしょうね、悲しいですよね。泣いていてもお前女の子はいないんじゃないのかそれはと思って、少し、かわいそうになったっすね。あれはロックンロールですね。ね、届かないんですね、一匹一人だけ、泣いておりましたよこの間。ロックンロールといえば、先日ですね、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツ、の訃報を知りまして、かかるネットメディア SNS なんかではいろいろとあった、皆さんね、思いの丈があったりとかしたんだと思いますが、ちょっと何でしょうね、何でしょう、結論から申し上げると、チャーリー・ワッツという人の死が思いのほか答えましてね、だったんですよ。それでその日、その知らせを俺は労働先のね、働いてる中でラジオがかかってるんですけど、そのラジオのニュースで知りましてね、いや帰ろうかと思いましたね。そうですね、ローリングストーンズっていうバンドを皆さんご存知でしょうかね。
ローリングストーンズのドラマーのチャーリー・ワッツが亡くなって、俺はそのねえローリングストーンズというものについて、そうですね、なんでしょう、あれね、最初に自分で聞いたのはおそらく中学生ぐらいの頃だったと思うんですけどね、あの昔ね田舎唐津の町に住んでいて、町にはね今はもうないんですけど、あの寿屋っていうデパートがあったんですよ、でその寿屋が俺は好きで、ガキの頃ね、そう、それでね、その寿屋さんのねレコード屋さんでね、ほら昔はよくありました、今もあるのかな、あのワゴンとかに売ってるさ安い廉価版のなんか、どっか知らないとこが勝手にじゃないんだろうけど作ってるいろんなこうベストヒットみたいなね、有名なミュージシャンのベストヒットみたいなものを勝手にこうベスト選曲編曲、編曲じゃない選曲して集めた、CD が当時ねすごく安価に手に入る、980円とか1500円とか、そのくらいの安い値段でたくさんそのバンドの、ねヒットソングが入った CD みたいなの売ってたっすよね、よくね、ディスカウントストアとかにもよく売ってあったんですよ。でね、中学生なんて金がないからね、そう、そういう、それでね、最初の頃、そのベスト、グレイテストヒッツっていうシリーズかな、ベストヒットな、なんだったかな、なんかもう全然関係ない、ダッセージャケットにさ、その、ビートルズならビートルズ、ね、ローリングストーンズならローリングストーンズって出てるんですよ、いろいろ。それを買って聞いていたのが中学校ぐらいの頃ですかね。当時すごく田舎の町の一番端っこに住んでいたので、ロックンロールが好きになってギターを練習し始めてっていうのが小学校中学校ぐらいだったんですけど、当時やっぱりねそのバンドをやりたいというのが目下人生の目標としてありましたね。あれから三十数年経って今も変わっていない変わっていない、組めていない、ですね、中学生の頃はそうやって勉強で聞くわけですよ、その自分が生まれる前の伝説的なロックバンドっていうんですか、いろいろもうね聞きますよね、田舎の中学生はそういうの聞くんです、でね、ローリングストーンズだったりビートルズだったり T-Rex だったり、ね、サンタナだったりみたいなものをずっと聞きながら中学生の頃、ね、でお小遣い貯めたらすぐそれも全部 CD を買って、高校に行けば街中の高校ですから、そこで楽器をやっているやつがいるかもしれないと、それでバンドをやるんだと息巻いていた頃を今回思い出したですね。そうだから高校生になって、友達を見つけてね、生まれて初めてバンドを組んで、ライブみたいなことをやり出すんですけど、その頃はまだカバーがほとんどで、ね、その時にやっぱりローリングストーンズのカバービートルズのやつなんですけどをやってたなと思って、でそれがそのね、この間働いている労働先でラジオで訃報が流れて、それからね当然ラジオではそういう曲のリクエストでね、そのサティスファクションがかかるわけですよ、 I can't get のサティスファクションが、いや帰りたいと思いましたよねなんでしょうね、っていうことがあった、1週間でございました。チャーリー・ワッツというのはそうですね、なんだろうね、そのやっぱりさローリングストーンズってねオリジナルメンバーがたくさんいますから、オリジナルメンバーで
抜けたのってね、ビル・ワイマンだけでしょ、ベースのね。ブライアンが亡くなったのは俺が生まれる前なので、そういう意味で言えばね、オリジナルの一人ですからね。まだそのほら、もう十何年前か、あのシャインアライトってストーンズの映画をね、スコセッシが撮ってっていうのあったじゃないですか。あれとか見てるとね、チャーリー・ワッツがすごくチャーミングなんですよ、本当に。ね、スコセッシは多分それをすごくよく知ってるから、あの映画ってチャーリーのカットすごく多いんですよね。いいですよね。当時あれをね、あれはどこだ、中洲のスカラエスパシオで、爆音試写会みたいなのがあって、で昔お付き合いしていた女の子がコネでそこの試写会のチケットをもらってきてくれて行きましたね。あれは俺が今まで生きてきた中で一番楽しい映画の試写会だったっすね。オールスタンディングで、映画上映しながらタバコを吸って、そこの会場内で酒買って飲めるんですね。完璧じゃないですか。ああいう映画館を作りましょう。はい、何の話だっけ。心からチャーリーにはですね、感謝を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。でさ、いやもうこのところね、毎週毎週土曜日の更新ができない状態が続いていて、まあそのなんつったらいいんでしょう、これをどういうふうに説明すればいいのかっていうのは、まあもちろん事情があってこうなってるんですけど、まあね、事情を説明しても言い訳にしかならないですからね。ただなんでしょうね、そのだから今考えているのは、この間の放送でも少し述べましたけども、そのね、今まで10年間やってきた時の気を吐いて何かを作っていくということが、いろんなものが関数になって難しくなってきている、難しくなってしばらく今時間が経過しているんですよ。でそういう中で音源を作っていく、動画を作りたい、ラジオをやる、ライブをやる、いろんなことが難しくなっている中で、これはプライベートのことがほとんどなんですけどね、コロナもありますけど、なのでね、そのあたりについてはちょっとこのラジオも含めてですけどね、音源の制作についてもですね、ちょっとこれは考え直さないと、あの変なとこに入った灰の、ちょっとレモンサワーを冷蔵庫に取りに行ってきますね。これをちょっと、これ。しましょうかね。皆様のますますの、なんかわからん、チャーリーに乾杯。乾杯。
ですね、なんでしょうね、すいませんね本当に、今が一番そういう、時間が作りにくい、時期なんですね。それはコロナもあって、っていうのはもちろんその家族やね子供たちのコロナ対策やら何やら、まあ何でしょう、まあまあそれはいいっすわ。いろいろあって、とにかく今一番なかなか動く時間を積み上げていくことが難しいのは、よく分かっているので、その上で、このケイクマ側として、やり残したことをきっちりやるためには何をどういうふうにすればいいのかっていうのは少し、考えてですね、なので今までにこのラジオでも申し上げてきた、こういうものを作りたい、こういうものも作りたいんだって、こういうことをしていく腹積もりだっていうようなことを一度こう解体して、自分の中できちんと何でしょうね、タイミングが合わないとダメだと思うんで、タイミングなんでしょうね、3ヶ月前にやろうと思っていたことを今から同じように始めるのはちょっと違うんですよ、俺の場合ですね、なのでちょっと考えてやりながら、そしてこのラジオもおそらく不定期更新になるとおそらくですよ思います。なんだろう、それはもうほらギリギリのところで言えば、このかかるラジオの収録をして、編集作業をやってアップロードするっていうのにかかる時間が数時間あるんですけど、でその数時間自由に動けるんであれば、その数時間でスタジオに行くべきなんじゃないのかって、思ったんですね、というようなことを一度こう自分の中でね、仕切り直して、体系化していく、自分の動き方を、動くことをやめることはまずないですね、ので、何でしょうね、何だろう、だからこれって俺の中で、解決すべき問題があるっていう話なんで、別にね、これ聞いてる人が分かる必要ないんですけどでもこのラジオはそういうものも全部喋っちゃうっていうラジオだと思うんで、今そういうことを考えてますよというね。なので、今後の動き方っすね、やりたいことはあって、やるべきこともあって、その中ででも、間に合わなくなるものがあるという実感があって、考えながら、進めていきます。でね、前の放送でも述べたんですけど、と言いながらもう8月も終わりですからね。でも9月もね、今のところ9月の、後半にしかライブがないんですよ。確か9月の25日ですね、次のライブ予定が。そのアナウンスも、イベント主催の方から情報が来次第、アナウンスをしていきたいと思っております。はい、いう中でとりあえず当面の予定はですね、もう、明後日か、今日日曜日で週明けて明後日かな、にあれですね、かかるそのコロナウイルス、新型コロナウイルス感染症のための、ワクチン接種の2回目、2回目の接種が明後日確か、あります俺、
なのでね、そうそうそう、だからね、ねえ、万が一のことが、ね、万が一のことがあった場合、これが最後のラジオということになるかと、思いますんでね、ほんとね、最後の肉声で、ございます。ああ、ざす。ね、まあ、長生きするために打つんですから、まあ、なんとかね、そのあたりも、含めて、いろいろと考えながら、やってみますよ。うん、ねえ、なんかこうみんないろいろね考えながら動いていきますから、いろいろねタイミングが合う人合わない人あると思うんですけどね、なんとかなんとか、うん、いやね、なんとか音楽で説明することをもっとやらないと、うん、間に合わなくなっているなっていうのは、これは俺自身も含みますけど、俺自身も含めて周り全体見てても覚える感覚として最近ありますね。間に合わなくなってるなって思ってますよ。しっかりしてください。うん、なので、うん、そういうことを考えながら、うん、なんかやろうかなと、面白いこと、楽しいこと、そうだからね、ここに来ていわゆるその何でしょうね、コロナ禍になってさ、やれその何、生配信ライブとかさ、投げ銭制によるそのネットの、なんていうの、スパチャっていうのとかさ、いろんなこう要は金の儲け方っていうんですかとか、そのね、ネットで、無観客生配信ライブをチケット売ってやるやり方とかでいろいろあると思うんですけど、なんだろう、そういうものをコロナ禍が始まって、表現者が求めた時の感覚っていうんですか、感情っていうんですかとは、俺はやっぱりちょっとそれ俺はちょっと違う、その人たちのそれが悪いとは思ってないですよ。いい悪いじゃなくて、俺とはなんかやり方違うんだなって、うん、なんか何でもやってみようって言ってやってみるのも全然いいと思うんですけどね。うん、で俺自身もその、無観客配信ライブっていうのはブラックホールのやつとかね、出たことがあるんで、何がどうってことはないんですけど、なんだろうね、それとはまた違う方向でね、今その要はね、フジロックフェスティバルのこととかさ、いろんな人が考えてることをここ言うでしょね。ね、うん、なんかこう、あ、そういうのももうこういう風になってきたから、俺が何をやるかってちゃんと言わないとダメだなって最近思ってます。自分を大きく見てるわけではないんですよ。なんかそれは当たり前なんですよ。ちゃんと自分のやり方で考えてることを形にして示すっていうのが表現だと思っているので当たり前なんですよ。うん、なんでそういうことを踏まえながら、これから、うん、難しいことを、まるでね、酒と恋でダメになったおっさんの
ロックシンガーがダメな演奏をしている、ずれているっていうようにまるでそういうふうに見える、完全に計算されたアートの真髄を、これから何か作ってみたいと思っております。ダメだなこれでもすいません、ケイクマガでございました。それでは皆さん、このラジオもまた次回があればよろしくお願いいたします。生き延びましょうね。あざす、ケイクマガでございました。